こんにちは、ミデウス。いつもいつもご視聴ありがとうございます。本日は4日間漬け込んだウイスキーとなります。ホワイトウッドを焼いて瓶に漬け込みました。どんなウイスキーになってるでしょうか。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ミデムズ。本日もよろしくお願いします。本日は、4日間漬け込んだウイスキー、もうちょっと今日は1週間目なので、1週間は漬けたくなかったので、棒は焼きホワイトウッドはもうすでに取ってあります。色はやっぱり濃くなってますね。お、すげえ、なんか甘い香りになってるぜ。これはストレートで飲んでもいいのかな。これ原酒なんだっけ、なんだっけ、忘れちゃったな。俺あんまり買わないから。なんだっけ、リンだっけ、もう忘れちゃったな。もう3リッターのペットボルトールはもうじいちゃんにあげちゃいましたので、うちになくなっちゃいました。あー、ダメだ、これはストレートではやっぱり飲まない方がいいね。じゃあハイボールにしていきましょう。でも多分もう原酒がないからわかんないけど、なんか炭の風味もついて、まあ、美味しいんじゃないかな。まあ原酒よりは美味しくなっているのは確かだと思いますが、ハイボールいただきます。あー、やばい、やばい味わい。これは飲んでいいんでしょうか。なぜ今回は 700ml 目漬け込んでしまったのでしょうか。あ、すごい、動かすと檻が浮かんでるね、灰が浮かんでるね、すごい。これは飲んでもいいんでしょうか。こんなに作っちゃったのに、これどうしようね。これ飲むしかないのか。捨てるにも捨てられねえな。ハイボールにして、毎回レモン入れて飲みますかね。それじゃないとちょっと飲めないレベルかな。まあこっちはいつも常備酒というか、日課ブラッククリア、これを毎日飲んでるんですが、これと比べて飲んでしまうとブラッククリアがまあうまい。ああ、まずこれは本当に飲んでいいのかな。はい、良い子のお友達はホームセンターに売っているホワイトウッドを焼いて入れてはいけませんっていうことが今回分かりましたね。はい、今回も最後までご視聴ありがとう。ちょっとお待ちください。俺の出番を忘れました。最後までご視聴ありがとうございました。